ジャスキサバリエラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、こちらにありますレコードを紹介します。今日の主人公はですね、この女性ボビー・ハンフリーというフルート奏者ですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、それでボビー・ハンフリー、私大好きなんですけれども、私のチャンネルで3枚紹介しました。今までに、ボビー・ハンフリーの、デビュー曲、デビューレコードフルート・インというのと、からモントリオフェスティバルですね、スイスでのレマンコの、そこのライブレコードを紹介しました。それから、サテンドールですかね、あの赤ちゃんの、黒人の赤ちゃんの写真がアップになっているサテンドールっていうのを紹介しました。それで今日紹介するのはボビー・ハンフリーの、ここにありますフリースタイルというレコードです。はい、それでボビー・ハンフリーという人はですね、もう1970年代にですね、すごくレコードを出して、どれも注目を浴びた人なんですね。デビューレコード、先ほど言いましたフルートインというのは1971年です。それで今日ご紹介するこのレコードは1978年、この間にも先ほど私が申し上げた、以前紹介したレコードもありますし、他にもあります。それでボビー・ハンフリー、ブルーノートレコードで何枚か出してるんですけども、ブルーノートと契約した楽器でですね、楽器奏者としてブルーノートと契約した最初の女性奏者なんですね。そういったパイオニア的な、存在です。それで私のこのボビー・ハンフリーの好きな点はですね、低音が好きなんですね。低音が、彼女の服、フルートというと、どちらかというとこの楽器の、まあ、性質もあるでしょうけども、この伸びやかなこの中高音もあるんですけども、もちろんそれも私好きなんですけども、彼女の、この低音って難しいと思うんですよね。結構フラフラするような感じですけども、この、他のレコードも今まで紹介したのもそうなんですけれども、この低音がですね、よく出てきます。それがこの微妙なこの揺れ具合の感じが私は好きなんです。ダメな人もいるかもしれませんけども、この微妙な揺れ具合のこの低音が、この不安定な感じのその低音がですね、私は好きなんですね。はい、それでこのアルバムに戻りますけれども、もう1978年デビューから、デビューレコードから7年経ってます。それで最初の頃はこのジャケットのこの写真もですね、ちょっとワイルドな、どこからか出てきたばかりな感じなジャケットが多かったですね。このボーっとしたこのアフロヘアみたいな感じですね。それでちょっとだんだんやはりスタイリッシュになってくる時期かなと思います。もう全然その昔のところ、このメイクもヘアも全然違うんですね。ですけども、演奏は変わりません。はい、あとファンシーダンサーというヒットレコードがあるんですけども、1975年ぐらいですかね、ファンシーダンサー、彼女のレコードよくこの、リリッシュされるんですね。また、サイプレスで、去年もですね、ファンシーダンサーというのが、またプレスされました。というふうにですね、もう50年経っても、彼女のレコードは生き続ける、そんな存在です。それで彼女1950年
生まれですので、まだ71、2ですか、まだやってます。それで今日お届けするのはですね、A 面の1曲目になるんですけれども、ホームメイドジャム、ホームメイドジャムというのをお届けします。それでこのホームメイドジャムにはですね、ハーモニカが入ってくるんですね。そのハーモニカを吹いているのがスティービーワンダーです。もういかにもスティービーワンダーが吹いているハーモニカだなというのがよくわかります。それとあと、そうですね、スティービーワンダーも彼女と同じ生まれ年なんですね。1950年なんです。はい。それであとギターでエリック・ゲイル、それからドラムはスティーブ・ガッドですね。それで曲によってはですね、ゲストとして、ギターでデビッド・スピノザ、それからベースでマーカス・ミラーが入ったりします。もうだんだん時代がジャズ・ファンクの時代になってくるので、このアルバム全体のテイストもジャズファンクなんですけれども、とにかく彼女のフルートがいい、そういったことで今日ご紹介したいと思います。はい。ではぜひ、気に入られましたらですね、探してみてください。はい。ではボビー・ハンフリーフリースタイルからホームメイドジャムをお届けします。ジャズはいいよ。